まいましたが、ここまでの投球ご覧になっていかがですか？そうですね、今日はストレートがあまり良くないですからね。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。バッターは5番クリ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。三馬、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。ファウルになります。次が3球目。膝元をつきましたが外れました。またファウル。次は決め球を厳しいコースに投げて勝負ですよね。なるほど、そうですか。6球目は何で来るか。引っ張った。セカンド取る。2アウトになりました。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。打ちました。大きな打球になった。ライトバック、バックバックする、入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。イーグルス追加点を許します。5対0。ここで一発を浴びてしまいました。その差一気に5点と突き放されました。バッターボックス金村。前の打席ではスライダーを打たれたんでね、ここはその使い方を考えたいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。打った、これもいったか。レフトを追う、センターを追う、頭上、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。イーグルス追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは8番鈴木。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまいました。ファウルになります。打ちました。これはどうか。三馬、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。6対0。打順は9番古久保。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切りました。ファウルボールです。打ちました。いい当たりだ。左中間に強い打球、レフトセンター下が入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。その差一気に6点と突き放されました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。低め、これは決まった。あっという間に2ストライクです。痛烈な打球、打った瞬間確信した、突き刺さった。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。イーグルス追加点を許します。8対1。ここで一発を浴びてしまいました。ここは当然という。さあマウンドに上がったのは菅原、今シーズン10試合目の登板です。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。打ちました。伸びていく、外野ヒットになりそうだ。真ん中、左中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続の猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。初球から際どいコースをついてきます。ノーボール2ストライクです。まあここは臭いところも手を出す可能性もありますから、ボール球を振らせたいですよね。はい、ファウルになります。大きく外れてボールです。さあ勝負してくるのか。
このスライダーは外れます。打ちました。痛烈な打球、ライトが追いかける。ぐんぐん打球入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターは DH 小栗。さあまず1球目、初球打ち、これは大きい、伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これで5連打、ノーアウトランナー二塁です。これが1球目、ちょっとすっぽ抜けた感じです。またインハイ、大きく外れていきます。引っ張った、このフライはどうだ、落ちるか。ライト掴んでワンアウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。バッターのブライアント、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が。引っ張った、弾き返した打球はライトへ。セカンドランナータッチアップ。バッターは7番金村。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、2アウトランナー3塁です。バッターボックスの金村、今シーズンの得点圏打率は5割8。引っ張った、レフトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ。里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで、なかなか厳しい戦いになってますよね。そうです。これはサード藤田、抑えてワンアウトです。バッターボックスは9番古久保。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、打ちました。伸びていく、この打球は落ちそうだ。左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。2球目打ちました、大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。イーグルス追加点を許します。打席には2番バッター水口。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。打ちました、これは浅いフライ。ここは打ち上げています。積極的に行きましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックスドレイパー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ツーアウトになっています。打った、浅村取ってスリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。バッターボックス小栗。まあさっき打たれたカーブをどう使うかですよね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。打ちました、浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。打席には5番バッター栗。今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね、打ちました、大きな打球になった。これはどうか、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。これでシーズン最多安打記録を塗り替えました。ノーアウトランナー三塁二塁です。これが初球、初球打ち、大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライト線フェアです。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。オリックスバファローズ見事なタイムリーヒット、14対1イーグルス、もうこれ以上点はやれません。まずは見送ります。ワンボール。次が2球目、
2球目打ちました。左中間に大きな打球、レフトセンターバックするバック入りました。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。高めに浮いてしまったストレート、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。イーグルスピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは寺岡。さあマウンドを任されたのは寺岡、今シーズン9試合目の登板です。さあ初球は何か、ファウルになります。2球目は何で来るか、打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには9番古久保。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。バッター今日当たってるんで慎重にいかないといけませんよね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。里崎さん、ちょっと打たれすぎですよね。そうですよね。まあ相手打線の調子もいいと思いますけど、バッテリーは立て直しが必要でしょうね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。ファウルになります。打ちました、取った、送球する、アウト、ワンアウトです。2番バッター水口、今日はホームランを放っています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。バファローズランナーを進めています。インコース決まった、低めのボール、ワンボールツーストライクです。次が4球目、痛烈、これはどうだ、センターへ抜ける、これで4試合連続安打、ランナー3塁1塁となりました。初球は何で来るか、ちょっとタイミングはずれました。打った、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん打球伸び、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。低めのボール、強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。イーグルス追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。バッターボックスには指名打者の小栗。前の打席はしっかり捉えてましたからね。まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。この打球は落ちそうだ、ヒットになりました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー1塁となりました。打順は5番クリ。さっきはツーベースを打たれましたからね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。打った、伸びていく、どうだ、どうだ、スタンドには届きません。バッターランナーは2塁到達。これで3試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー3塁2塁。バッターは6番ブライアント。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、ヒットでランナーは3塁2塁に変わっています。打ちました、センターに抜ける、ホームに送球、サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、イーグルス。打席には7番バッター金村、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、レフト下がっていく、入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。イーグルス追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。さあバッターは鈴木、ここで安打が出ればシーズン200本安打に達成します。初球ボール、ファウルになります。低めの変化球です。
打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。これが今シーズン200本目のヒット。ワンアウトランナー一塁です。イーグルスピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは高梨、今シーズン20試合目の登板です。高めの変化球から入りました。ボールになります。切れていきます。ファウル、大きく外れました。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。レフトバックする。バック入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。打順はトップに帰って大石。インサイド変化球決まっています。真ん中決まった。ノーボールツーストライク。打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。これは三塁側のスタンドに入ります。ボールカウントはノーボールツーストライクです。切りました。ファールボールです。インローボール。さあ勝負してくるのか。低めの変化球は決まりません。一、二塁間取りました。ツーアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。なるほど、そうですか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ファウルです。真ん中へ追い込んでいます。ワンボールツーストライク。打ち上げた。ここはフライになっています。4球目打っていきましたが取りました。アウト。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。バファロ里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやーもちろんですよね。最後まで試合を諦めないという気持ちでやっていると思いますよ。はい、その気持ちをぜひ前面に出してほしいと思います。しっかり捉えた。これは大きい。伸びていく。右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。初球打ち。さあどうだ。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。イーグルスもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには5番クリ。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。際どい。膝元よく見ていきました。次は勝負ですね。決め球をいいところに投げれるかどうかですね。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。ライト入った。ホームラン、ツーランホームラン。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。イーグルス追加点を許します。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。打席には6番バッターブライアント。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。これはファウルです。危ない球です。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。
ファウルになります。打ち上げました。この打球はフライになっています。変化球に泳がされてワンアウトとなっています。打順は7番金村、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ワンアウトになっています。今日はバッティング絶好調、3打席連続のホームランとなるでしょうか。3球目は何で来るか。これは三塁側のスタンドに入ります。インハイ空振り、窮屈なスイングになりました。ツーボールツーストライクです。アウトロー外れます。フルカウントです。三塁線、藤田掴んでツーアウトになりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ちょっと合わないようです。打ちました。浅いフライ、レフト前ヒットになります。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁、イーグルスピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのはウセニッツ。さあマウンドを任されたのはウセニッツ、今シーズン23試合目の登板です。いきなり牽制、セーフ。初球大きく外れています。スピードボールを持っています。引っ張った、これはどうか。おっと取った、一塁送球。これで6打席連続のヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。打順は1番に帰ります。バッター大石、今日は2本のホームランを放っています。ヒットでランナーは二塁一塁となっています。打ちました。茂木一塁送球、これで3連打、ツーアウト満塁です。2番バッター水口、今日はホームランを放っています。ヒットで満塁としています。バッターボックスには代打の阿波口。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。まず際どいコースをついてきました。低め見ました、ボールです。151キロ、痛烈、わずかに右に切りました。ファールボール、ワンボールツーストライクです。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で。8回まで来ました。オリックスバファローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。ドレイパーバッターボックスに入ります。先ほどツーベース打ちました。いい当たりだ、高く上がった、頭上入った、ソロホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、ここはピシャーっと抑え、打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン。ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は3本。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。5番バッター九里、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、これも初球打ち、これは浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになりました。これで3連打、ノーアウトランナー1塁です。打順は6番ブライアント、今日はホームランを放っています。
ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、アウトコース外れます。ボール先行です。引っ張った、この当たりはどうか、外野ヒットになりそうだ。ライト線を深々と破るヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン、バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット、イーグルスもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには7番金村、初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、イーグルスもうこれ以上点はやれません。バッターは守備交代から起用されている吉田、バッターボックスには代打の羽田。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ以上点をやれないですよね。まあここ踏ん張りどこですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。いきなり牽制、一塁はセーフ。危ないボールですよね。まあピンチヒッターは初球から狙ってきますから注意したいですよね。そうですね。これが3球目、アウトコース外れます。切れていきます、ファウル。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ブセニッツが抑えています。ワンアウト。9番バッター古久保、今日はここまでなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍です。いやもうお手上げ、打った、大きな打球になった、レフトバックする、バックする、レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、これで7打席連続のヒット、ワンアウト三塁二塁です。まず何を投げてくるか、まずは変化球でカウントを稼ぎます。低め外れています。154キロです。大きく外れてボールです。4球目は何で来るか、ボールになります。バッターの大石、今シーズン得点圏での打率は5割。打ちました。このフライは切れそうだ、切れました。ファールボール、ここもファールです。打ちました。これはどうだ、取った、アウト。スーパープレーが飛び出しました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。打った、大きな打球になった、ライトバック、バック、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが出ました。イーグルス痛い一発を浴びています。初球でした。しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。イーグルス追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは3番ドレイパー。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。これが2球目、いい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、どうだ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、大きく外れました。打ちました。これは大きい、伸びていく、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打、ツーアウトランナー二塁。イーグルスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは青山。さあマウンドに上がったのは青山。初球は何から入ってくるか、打ちました、高く上がった、フェンス直撃、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、
バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、イーグルス。なおもピンチです。バッターボックスには6番ブライアント、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやー、さっきはやられてしまいましたよね。はい、ドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線、入ったー、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。7番バッター金村、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、初球空振りです。打ちました、浅いフライ、レフトの前に落ちました。これで6連打、ツーアウトランナー1塁。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを1塁に置いています。2球目打ちました、レフトを追う、センターを追う、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。イーグルス痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは9番古久保、今日はここまでなんとホームラン2本を含む7安打の大活躍です。いや、もうバッテリーはお手上げでしょうね。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、レフト線フェアです。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで8連打、ツーアウトランナー2塁。初球は大きな変化球、ボールになります。切れていきます、ファウル、引っ張った、サードの左抜けました。三塁を回っていく、二塁へ送球、セカンドランナーホームイン、二塁タッチアウト、これでスリーアウト。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げて、さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。真ん中決まった、打ちました、この打球はフライになっています。キャッチャーが構えます、足立抑えてワンアウト。打順は3番ドレイパー、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、青山、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った、ライトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸び、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと今日5本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。イーグルス追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは DH 小栗、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね、変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。真ん中打ちました、切りました、ファウルボールです。これが4球目、打った、これもいったか、ライトが下がっていく、頭上入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は2本。追い込んでからの変化球でしたが、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。相手主砲の一振りでした。バッターボックスは5番新井、さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。ええ、
さあここはどういった攻め方をしてくるか。空振り。膝元への変化球。ノーボールツーストライク。大きく外れてボールになります。低めの変化球は決まりません。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。6番バッターブライアント、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ツーアウトになっています。打ちました。下がっていく、下がっていく、ぐんぐん打球、ライトポール際、判定はファウル。バットは動きません。よく見ています。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。打ちました。茂木が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のイーグルスですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。